出来上がれない、全ての原発を直ちに廃炉にせよ。廃炉にせよ。安全性の確認が取れない危険な原発の再稼働など許さないぞ。許さないぞ。火力、水力、原子力と並んで最も発電効率の悪い発電方式なんですね。作り出したエネルギーの実に3割しか電力にできないのが原子力発電だということは皆さんよくお分かりでしょう。今やね、日本の火力発電技術というのは世界での最高レベルです。大体ね、火力発電の発電効率というのはエネルギーのうちの 45% が平均ですけど、今や最新鋭のコンバインドサイクル発電、東京電力はね、東京湾沿岸に発電所を設けてますけど、実にもう 60% という高効率の発電ができます。これは世界でも最高レベルです。それを東電さんはちゃんと持っていらっしゃるわけですよ。効率 60%、原発の倍ですよ。ね、これだけの高性能のものを持ってて、もはやね、発電効率 30% の原発なんて完全に時代遅れの代物なんです。こんなものは、ね、金ばかりかかってなんと効率は最低です。こんなものは一体いつまで続ければいいのか、誠にバカバカしいでしょう、ね、発電効率 60% の高性能のね、最新鋭火力発電所を持っていながら、なんでそんなね、効率が半分以下の原発なんていう時代遅れの代物やってるんですか。もう意味がないじゃないですか。金がかかるだけなんですよ。金ばかり食ってね、なんと半分の電力しか作れない、しかも図体でかくて危険極まりない、その発電所はね、日本海の北朝鮮の真正面にあるわけでしょ。もう北朝鮮がね、ミサイルで真っ先に攻撃してくるところに柏崎刈羽発電所は全とあるんですよ。こんなものね、設けててね、北朝鮮もミサイルの脅威もへしまもないでしょう。
真っ先に撤廃しないようにするのは当たり前じゃないですか。それをね、でーんと偽らしといてね、北朝鮮のミサイルの脅威、世界の笑いもんですよ、こんなのは。本当にとっととね、本当に一世一枚ならの発電所一枚、いや確かに稼働はしてなくたって核燃料があったら同じことなんですよ。こんなバカバカしいものね、いかにやめませんか。何しろね、東電さんご自身がね、世界最高レベルの火力発電所をお持ちなんですからね、こちらに切り替えたらいいじゃないですか。ねえ、それ法律が倍もあるんですよ、原発の、ね、しかもね、今やね、火力発電って言えば、まあもう石油じゃなくて天然ガスですけど、一番初めは石炭でやってました。そうね、石炭火力なんていうとなんかね、大気汚染で CO2 が出てなんて盛んにね、原発をやりたい人は言ってますけど、違うんですよ。今のね、日本のね、石炭火力はもはやクリーンコールって言って、もうね、ほとんど 95% の、ね、程度ね、CO2 とか他その他のね、汚染物は出ないんです。しかも最新鋭のクリーンコールはなんと 100% も汚染物質が出ないところまで来てるって言うじゃないですか。日本の石炭火力発電、世界最高レベルなんですよ。私もびっくりしました、ここまで来てるのか、ね、中国みたいにね、いまだに汚染物質がもくもく出てるような発電、火力発、石炭火力じゃないんです、日本のは。もうクリーンコールでね、なんと石炭をガス化して、なんとトリプルコンバインドでまずできちゃうっていう、はい、もうこういったね、最高レベルのものをね、東電さん持ってるんだからね、もう原発、時代遅れの原発はもう、全部やめてそちらに変えてくださいよ、ね、もう電力の時代は変わったんです。原発なんてのはもう時代遅れなんです。もうこんな時代遅れのものはやめてください。よろしくお願いします。東京電力という会社は、どんだけいい加減な会社なんですか。元会長は、全然自分は知らねえと、知らを切ってますよ。そんな無責任なことで、原発を動かす資格があると思ってんですか、この野郎。恥をして勝又だ。今の会長社長も一緒かい。原発のことなど知らないで経営やってて、事故を起こしたら知らんぷりか。何のために電気代集めて、何のために給料もらってんだ。おまけに工場もやだ。そんなとこばっかりに力入れて金かけてんじゃないよ。情けない。避難している人に賠償を渋ってる場合じゃないだろう。工場前の何倍も賠償や避難の支援に力を入れろ。国の税金に頼ってんじゃねえ。大変なことが起きる前に報告、修理入らにした場合、いくら工場税を築こうが、あれだけの波がもしコンクリートに衝撃が当たる場合、計算上変えたことができるかもしれないが、果たして図面上、電卓上の計算で変えることができるか保証ないでしょう。この前の台風だけでも、あれだけな船が威嚇を下ろしましたが、風により流されてしまいました。地震じゃなくても近くに懸念船がいて、もし流された場合、その防御隊に何万トンクラスの船が当たった場合、どうなりますか。それでも壊れることは間違いないですよ。ただし原発の廃炉を知らない、中部原子力が永遠使用するに明日命に向かい安全管理を徹底せよ。徹底せよ。危険な被害に対して天然の環境の敵には及ばない。危険な浜の原発を放ち、廃炉にせよ。廃炉にせよ。7年もあれば、次世代のエネルギーを利用した発電ができたはず。まだ今だって事故が起きてないけど、事故が起きる前に再稼働している原発は全て廃炉にし、また再稼働していない原発は全て廃炉にしなさい。完
関西電力は営利至上主義はしかず命に優先されない権利を徹底せよ、徹底せよ。関連をミサイル攻撃により甚大な被害を引き起こす可能性が高い危険な原発を停止し、国民の安全のためにすべての原発を廃炉にせよ、廃炉にせよ。ミサイル攻撃により甚大な被害を引き起こす可能性がある原発を国民の生命、身体、財産安全の確保のために直ちに廃炉にせよ、廃炉にせよ。先週土曜日に伊方原発の3号機が再稼働され、北海道でも地震でブラックアウトが発生した後に泊原発の再稼働が披露されています。しかし日本の原発は東日本大震災以前にも東海村の臨海事故や三山原発、柏崎刈谷原発で事故が発生しており、福島の事故を忘れて原発を再稼働すれば災害が起こった時再び悲惨な原発事故が繰り返されてしまうのではないでしょうか。それでも経産省は経済のために原発の再稼働が必要だというかもしれませんが、東日本大震災が起こった2011年にはアメリカでも景気が回復していたのに対し、日本では福島第一原発事故の影響でマイナス成長に戻っていて、原発は事故を起こせば日本経済にも大きな悪影響を与えてしまうのです。日本は今まで自然エネルギーに対する投資を行っていて、例えば風力発電の導入率は世界でも30位と超えており、太陽光発電の買取価格もこの5年間で半分程度にまで落ち込んでいます。その一方で原発だけは再稼働を進めるというのは全く卑怯ではないでしょうか。自民党も選挙では原発の依存度を可能な限り低くすると言っているのだから、エネルギーに対する投資を最大限に行って日本全国の原発を廃炉にしていくべきだと思います。原発再稼働反対、日本全国の原発を廃炉にしろ、廃炉にしろ。原発再稼働反対、反対。先般の北海道の地震で明らかになったことが2つあると思います。1つには、あそこの火力発電所は比較的新しい建設だったと思いますけれども、地震が起きて見事にぶっ壊れました。すなわち日本の発電所は地震には耐えられないということです。地震に耐えられず必ず破壊して事故を起こすということが第一です。第二に、あそこの発電所が活断層の付近に存在したことによって地震の威力によって破壊されました。すなわち日本の電力業界は活断層をよけて発電所を建設するということができていないということが明らかになりました。そうだ、まさにこれが あそこの場所で地震が起こったのは単なる偶然にすぎません。すなわち泊原発の所在地で地震が起こっても不思議はなかったわけです。その場合一体何が起こったか、さかなか3日間のブラックアウトで大騒ぎしてますけれども、北海道で福島の被爆地は300年経っても人間が住めるかどうかわからない、そのような危機的な状況に陥っている。すなわち北海道泊原発の直下であの地震が起きていれば、北海道もまた300年経っても人間が住めない土地になっていたかもしれない、そういうことです。すなわち日本の電力業界にも、そして日本の官僚にも、事故を起こさない原発を作ることは不可能だということが如実に明らかになりました。しかも先々月の裁判で東電の幹部だった取締役だった武藤は、国が発表した、12メートル超の津波が起きるかもしれないという予測に対して、そんなものは信頼できないから黙殺したというような
証言しておりますけれども、間違っていたのは一体どっちだったのか、現実を見れば明らかではないか。そしてこれは単に東電幹部の責任ではなく、このような無能な幹部を電力会社の幹部に据え置いていた経済産業省の責任であります。このような無能な企業を排除するためにこそ、通商産業となるものは官僚として日本の財界に君臨しているはずだ。その責任が取れないのであれば、原発など日本の政財界に運営する資格がないということが明らかなわけだから、直ちに原発事業から撤退するように、それができないのであればせめて東電の幹部にきっちりと責任を取らせ、腹を切らせろ。それぐらいのことをやってる人、あのね、原発って経済優先って言われてますけど、実はちっとも経済優先じゃない。なぜか非常に効率の悪くて危険なものにね、莫大な金つけ込んで無駄なことばっかやってるんです。あのね、今地震でね、日本は活断層を至るところにあって、どこでも地震来ます。でね、日本の発電所はね、地震には耐えられないという意見がありましたけど、実はね、たった一つね、地震にもびくともしない発電所ちゃんとあるんですよ。わかりますか？水力発電なんですよ。水力発電ってダムで発電しますよね。ところがね、日本のダムっていうのはなんとね、箱が立ってるような格好じゃなくて、実は三角形のように下がピラミッドのように巨大な底辺になってる。なんとね、底辺の長さ100メートルあるんですよ。で、今までね、どんな巨大地震にもね、あのね、火力発電所や原発はやられてもね、ダムはね、びくともしなかったんです。実はこれ最近私、水力発電の専門家の方からね、聞いたんですよ。つまりね、水力発電は巨大地震にも耐えれるんです。で、しかもね、水力発電、既存のね、ダムというのはかさ上げすれば倍の発電量は取れるそうですね。なんとこういうことあるんですよ。で、しかもね、ダムの中には発電してないダムは5万トンある、砂防ダムと。これらをね、これらに発電機つけて発電することは実は簡単にできるそうです。したがってね、水力発電をフル稼働するとなんとね、今の発電量の倍ぐらい電力取れるそうですね。で、こんなね、もうこれこそ自然エネルギー発電ですよ。もうこういうものをね、活用したらいいんじゃないですか。ね、既存のものをちょっと改造すればね、ちゃんと発電できちゃうんですよ、ね、これ言いたかったんで一言言わせていただきました。以上です。どうか皆さん、原発、まだまだ、何も福島第一原発収束しておりません。この間、どうか新聞社すっぱ抜きましたね。汚染水、大量の、汚染水に、今まで言われていたセシウムやトリチウム以外の、汚染物質が大量に海水にまだまだ流れているという新しい事実が発覚いたしました。それを東京電力は公表しなかった。なぜならば、公表することによって叩かれてしまう、そのようなリスク管理で、果たして我々の国民の命と安全は守られるのでしょうか。私たちは福島第一原発事故から、東日本大震災からの事故から、この場所で、毎月1回脱原発デモを行っております。まだまだ忘れられない福島第一原発の事故、どうか皆さん、何も収束していない、何も終わっていないことを、どうか思い出してください。そして新しいエネルギー政策、新しいエネルギー、再生エネルギー、そしてさまざまな新技術を駆使した我々のエネルギーを開発するために、どうか国民の皆さんの声を上げていってください。ぜひ行こう。危険極まりない全ての原発を直ちに廃炉にせよ。安全性の確認が取れない危険な原発の再稼働などを許さないぞ。危険な原発を廃炉にせよ。
脱原発、私たちはこれを忘れてはいけない。原発はまだまだこの日本にあり、そして何も決まっていない。原発の後のエネルギー政策がまだ我々のこの日本では何も決まっていないのが現状でございます。なぜ日本で新しいエネルギー政策が進まないのか、どうか皆さん考えてください。私たちの大事なエネルギー、そして私たちの大事な生活を脅かさない、そんな当たり前のエネルギー政策をこの日本で新しい技術革新を持って進めていかなくてはいけない。この日本が今まで中心大国と言われた日本の今お隣の中国にも追い抜かされ、エネルギー政策は世界でも立ち遅れている。原発事故を起こしておきながらまだ何も解決してない。原発事故はまだ何も終わってないんですよ皆さん。どうか脱原発、皆さんどうかお仕事帰り、お疲れ様です。私たちの仕事帰りで皆さん方と一緒に多分働いています。皆さん方も隣にいます。私たち国民の一人として脱原発を訴えさせていただいております。右から考える脱原発ネットワークのデモ隊、2011年福島第一原発事故以来、このように毎月1回皆様方にお伝えさせていただきます。平成が終わりになるにもかかわらず、原発の事故の収束は止まっていない。一体それがなぜ立ち遅れているのかをどうか皆さん考えてください。多分この中に今ここを歩いている皆さんの中にも、原発に関連する、そしてエネルギーに関連する技術職の方がいらっしゃるかと思います。その方たちの声を聞き、ぜひとも我が日本技術大国として面倒見方として、ぜひとも世界の中でも一番に新しいエネルギー政策を打ち出していく、そのような国家でありたいと思います。今日もお仕事お疲れ様です。今日も一日、もしかしたら会社で行う、上司に行われる、辛いお酒を飲んでいる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、まあ、それは仕方がないことなんです。なぜかといえば私たちは社会人ですから、仕事において責任を持つ、これが社会人の基本ですから、ある程度怒られるようになります。私たちも勤め人であり労働者ですから、仕事で辛い思いをすることもありますが、それでも責任を持った仕事を続けているわけです。そしてのましてや、ましてやね、自分の仕事で社会に迷惑をかけたり、世間様に被害を与えたりすれば、責任を取るのは当たり前のことなんです。ところが、あの福島第一原発の事故を起こしながら、一切責任を取っていない会社とその幹部、取締役がいます。あの東京電力の役員どもは、そしてあの福島事故を起こした電力会社の連中は、ただの一人として法的責任を問わないことない。そして自分には一切責任がないなどというような言い訳を抜け抜けと続けて、今現在も一人も責任を取るやつがいません。これは一体どういうことでしょうか。皆さん、日本人として、社会人として、あるいは人間として、これらの無責任な企業を許すことができるでしょうか。今現在でも福島には人間が立ち入ることができない、生活することができず廃墟になってしまった町や村がたくさんあります。そこに住んでいた人々は生活を終わる、家を追われて未だに避難生活を続けている。しかしながら東京電力の役員どもは、国が調査した結果で津波が住民役所の方と襲ってくるというような調査を信用できないのかと言って握りつぶして一切対処をせず、その結果としては今福島第一原発の大事故を引き起こしたにもかかわらず、東京電力の取締役幹部の連中は誰一人として罪を問わない、責任も取らず、今まで会社とお金で、すなわち私たちが払った
平気だね。腕のいい弁護士を雇ってそれを裁判所につけさせて自分たちが無罪になるように一切責任を取らない、そのような判決が出るように獲得をしているわけです。とんでもありません。このような無責任な会社、無能な会社に芸術家が扱いしよう、運営し、管理しない、そのようなことができるでしょうか。もちろんできません。え、先輩、北海道で地震が起こった時には発電所が比較的おとなしく作れた発電所だったのが高い事故が吹っ飛んでしまいました。このように日本の発電所は地震によって被害を耐えることができないんですね。そして同時にこの発電所、北海道の発電所は地震が起こると言っている活断層の付近に建設されていたことも明らかになりました。すなわち日本の電力会社は活断層を避けて発電所を建設する能力も持っていないんです。このような電力会社に任せていたら活断層の上に原発を作られ、あるいは作られてしまった原発が再び見たり福島事故のような事態を引き起こすことは危ないです。それを何か二度と許さないために、福島事故を二度と許さないためにも私たちは東京電力の国税化を要求し、現地経営陣の体重を要求して、今月も根の方針を行ってました。どうぞ、取ってください、どうぞ、大丈夫です、取ってください。私たちは毎月1回このように銀座新橋の駅と森を利用させていただきまして、脱原発を訴える続行進を繰り返させてもらっています。今月もこのように通りまかり越しました、来月からもこのデモを繰り返し、脱原発を実現するまで私たちの声を訴え続けていきたいと思います。家庭の事情でまた急に来れなくなりました。本日皆さん来ていただいた方、針谷議長にお会いしたかった方もいたかもしれませんが、残念ながら本日はかなず、ぜひとも来月もまた来ていただければと思います。それでは皆さんお疲れ様でした。また来月もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。